はい、でこれが1985年に、3000円です、ね、今まで一番高いかもしれませんこれね。1985年で1280円でしたから、1985年になって一気に3000円になりました、ね。で、この当時この時代に、私がやっとこう産声を上げたというふうな、まあ、時代ではあったかなと思うんですが、まあ、私が赤ん坊の頃の時代ですね。でその時に、まあ、はるか昔の話になってしまいますけどね。でこれが日産セドリックの教習車 A がね、日産セドリックの教習車、 B がフォルクスワーゲンゴルフ GLE、 C がトヨタカローラパトロールカー、 D が日産キャラマン救急車、 E が三菱ローザー幼稚園バス、 F が日産ディーゼルダンプトラックと、いうものでして、まあ、この通常版だと B は通常版の色でも変えたんですが、まあ、それ以外のものですね、多分この B のね、多分おそらくあれは B のゴルフとどっちだかちょっとわからないんですね。あの非常に状態が綺麗なものをちょっと安く買うことができて、でそれをちょっと他の人に、ね、ある動画でミニカーの動画で出してる方にちょっとこうね、あげたことがあるんですが、それはおそらくはこの B のこのセットものの、ゴルフなのか、それとも通常版にあったゴルフなのかがちょっとわからないんですが、それのまあものではないかなともまあ思うんですが、まあそういうふうな、どっちかがわからない。どっちかがわからないんだけど、もしかしたらこの交通安全教室セットの中にあった一台の可能性も決して否定はできないかなというふうに今思います。で、それで、当時はこういうふうなものがあったわけですね。で、これ、それ以外のものは、通常版としても、まあ、このセットもので、通常版じゃない、セットものでしか買えないと。いう感じなんですが、あ、D と B か。D も通常版で確か書いたな。だから D と B を除いて、他のものはこのセットものでしか買えないというやつでね。こういうふうに交通安全を楽しみましょうということでね。楽しみながら勉強しましょうみたいな。こういうところもトミカが出してくるのは素晴らしいところだなというところでございます。どうもありがとうございます。